どうも、高橋です。MPC2000XL の使い方の、動画を撮っていきたいと思います。説明書読んでても、よくわかんないこと多かったり、あとウェブで文章を載ってて、すごい参考になったりするんですけど、日本語の動画で、この MPC の使い方ってあんまりなかったんで、一通り、ここでビート作って、ダウンに流して、YouTube にビート上げたり、ビートテープ作って、何ですか、CD に焼いたり、カセットに焼いたりっていうところまで僕やってるので、その過程を撮れたらなと思って、やっていこうと思います。で、早速なんですけど、まあ、概要というか、そんなにスペックっていうものもないんですけど、なんか意外といろいろ個体差があって、あれ、これなんかサンプリングしようと思ったらあんまサンプリングできないんだけど、みたいなこととか結構あったりしたんで、そこの説明をしていけたらと思います。で、1回がその今回の概要の説明で、まあ、次からサンプリングして、あとチョップ、今トリムして、でアサインしてビート作って、それをダウンに流してっていう、そこの過程を何回かに分けて通っていこうと思いますので、もうここら辺のことを分かっている方は次の動画に撮っていくので飛ばしていただけたらと思います。はい。で、個体差なんですけど、素の状態だとこれ何にもその拡張機能ついてなくて、かつメモリが2メガバイトしかないんですけど、そうするとステレオでだいたい録音できるのが10秒ぐらいしかないので、あんまりサンプリングできないっていうことがあったりします。で、自分も最初2メガしかなかったんで、あんまりなんかそのサンプリングする時間なくて、なんかやりたいことできないなっていうのがあったので、後に拡張しました。そのメモリを増設することができて、最大32メガまで増設することができます。こんぐらいのなんかパソコン用の古いメモリがあって、その16メモ、あのメガのメモリを2枚ぶっ刺して、それで使ってます。そうするとステレオで10秒だったのが、だいたい今189秒サンプリングすることができます。なのでかなり長いネタを使って、それをこう細かくチョップして使うっていうことができるようになります。まあ、正直こんなに長い時間使わないんで、30秒とかまあ60秒ぐらいあればかなりまあ作ることできるので、32メガ分メモリがなくても、16メガ1つどっかハードオフとかヤフオクで見つけて、それ挿せば結構長い時間使えるので、そういう探し方もしていただいて使っていただけたらなと思ってます。で、もう一つ拡張機能としてエフェクトボードっていうのがあるんですけど、何かっていうと、まあ、名前の通りでエフェクトをかけられます。リバーブとかエコーとか、まあ、フィルターかけたりディストーションかけたりっていうのを拡張機能挿すと使えます。で、あんまり正直 DAW でエフェクトかけるんで、あんまりここではやんないんですけど、まあ、ざっとなんかこうスネアにかけたりクラップにかけて、なんかこうパシーンっていう音作りたいなって時に、まあ、ちょっと使ったりします。なのであんま使わないですし、そんなに出回ってないんで、まあ、あればまあいいかなぐらいな感じの機能がエフェクトボードとしてあります。はい。で、あともう一つできることが、SD カードを使うことができます。で、ここの部分、もともとフロッピーディスクで読み込む場所だったんですけど、Amazon で買ったSD カード読み込む機械をつけて、今使ってます。フロッピーディスクだとドラムの音大体4つか5つ入れたらもういっぱいになっちゃうんですね。そうするとなんかそのいちいち入れ替えて読み込んで、しかも読み込む時間長くてっていうなってくるとめんどくさいんで、この1ギガまで読み込むことができるこの拡張機能を使えばかなり時間短縮されますし、いちいちドラムの音変えなくてもいっぱい中入るんで、これ Amazon とかで見つけてぜひ付け替えてみてください。で、その付け替える説明書とか買うとついてくるんで、それ見ながら付ければ大体使うことできるんで、よろしければやってみてください。はい。もう一つ拡張機能がありまして、それはこの背面にパラアウトボードを付けることができます。で、ここもともと塞がってるんですけど、パラアウトボードを挿すとこうやって一つ一つ穴が出てきます。で、ここ何するかっていうと、こういうスネークケーブルって言って、ケーブルをこう挿すと一つ一つの音がそのまま DAW で録音できるんですね。例えばここの1番に赤いケーブル挿して、で
で2番に青いケーブル、で3番にオレンジ色のケーブルを挿すと、もう一つのこっちの方の赤いケーブルでミキサーに挿す、青いケーブルでミキサーに挿すってやると、ここの赤いところにキックの音を配置して、こっちスネアの音、こっちハイハットの音って挿すと、一つ一つそのDAWで録音できるんですね。なので、あの2ミックスで出して一つ一つ録音するよりも圧倒的に早いので、このエフェクト、あのパラアウトボードがあるとすごい時間短縮できます。はい、大体の、MPC の概要と拡張機能について説明しました。で、使い方はもう本当にざっと素早く説明すると、シフトの4番を押してサンプリングで、5番でサンプリングしたものの編集で、6番でその編集したやつを配置していって、で、ここを使って、録音する。で、録音したものをシフト7番を押して強弱つけていって、で、出来上がったものを1番を押して順番決めていく。で、決めた後9番を押してミディ設定してダブに流すっていう、そういう感じです。で、大体左手でこうやってやりながら右手で叩いていくみたいな、そういうやり方を僕やってます。なので結構、パッと言われると単純なんで、すぐできそうかなと思うんですけど、一つ一つの部分細かく見ていくと、ちょっとなんか分かりづらいところとか、説明書だと何書いてるか分かんないってことがあったりするんで、そういうことを細かく一つ一つ説明していけたらなと思いますので、また今後動画見ていただけたら嬉しいです。はい、今回以上です。ありがとうございます。